あなたの魅力を下げて活動を止めさせてしまう恐怖の家という話をね、したいと思っています。こんにちは、矢野圭三です。コーンスマイチャンネルへようこそ。今日はですね、あなたの魅力を下げて活動を止めさせてしまう恐怖の家という話をね、したいと思っています。怖いタイトルで本当ね、ごめんなさい。でもね、これ本当に大切なところなんですよ。というのも、このね、住環境が知らない間にあなたの人生に大きく影響を及ぼしているということがね、実際本当にあるんですよね。でこれをね、ぜひこのチャンネルを見ている人はですね、知っていただきたいなと思っています。ということでですね、この動画を見ていただいたら、幸運を引き寄せる住まいへの変化をどうさせればいいかということを、知ることができるようになると思いますので、よかったら最後までご覧ください。そしてですね、動画の一番最後なんですけども、今日のね、ワンポイントアドバイスというコーナーもあるので、よかったらね、楽しくご覧いただけると嬉しく思います。はい、そして、よかったらこのタイミングでチャンネル登録いただける方はチャンネル登録をお願いします。毎日これをね、見ることでどんどん楽しくなってきたというコメントもたくさんいただいたりしています。よかったらあなたもね、チャレンジしていただけたらなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、ではですね、まずその1からいきましょう。まずその1はですね、あなたがそこに住む〇〇という話からしたいと思います。これはですね、ある女性の話なんですけども、この女性はですね、まだ結婚していない方で、恋愛をしている人だったんですよね。でもなかなかこの恋愛がですね、長続きしないというので、悩んでた方なんです。で、なんでそんなに悩んでるのかなと思っていろいろ話を聞く機会があって聞いてたらですね、すごくそのデートをしている時には気持ちがときめいて、楽しくてですね、それから家に帰ってくるんだけども、その家に帰ってきたら妙に気持ちが冷めるということを繰り返してて、家にいるとなんだかもう付き合うのはいいかなと思って、なんかそんな形でうまくいかなくなるんだというふうに言われてたんですね。でそこで、その彼女にですね、私が、そこのマンションっていつから住んでるんですかって話をしながら、そのマンションを買った時ってどんな思いで買ったんですかっていうふうな話を聞いたんですね。そしたら、その彼女がハッとしながら、そういえばこのマンションってっていうふうにして言われたのがこれだったんですよね。大失恋をした際に一生一人でね、生きていくと決めて購入したマンションだったんですよ。これってね、どんなふうにあなたに聞こえるかあるんですけども、さっきのね、その1のあなたがそこに住む〇〇のこの〇〇に何が入るかというとですね、この〇〇には動機という言葉が入るんですよね。なのでここで何が言いたいかというと、あなたがそこの場所に住み始めた動機っていうのが、実はそこの家に住み続けた後もですね、影響をしているということなんですよ。この女性の場合は大失恋した際に本当にもう一生一人で生きていくと思って決めた家だったんですよね。なので、気がついたら家に帰ったらいつも無意識に気持ちが冷めていたっていうのは、それが大きく影響していたということが、そこから分かったわけなんですよね。でそこでですね、あなた自身今住んでいる家に対するどんな動機があるかっていう、そのね、動機の種類を調べていただきたいんですけども、例えばあなたが今そこ住んでいるのがですね、仕方なく住んでいるとか、いやいやながら住んでいるとかいうふうな状態であれば、多分それはですね、全然快適にならないし、快適じゃない家というのは運も引き寄せることができないんですよね。でそれに対して、例えばね、幸運を引き寄せる動機ってどういうものがあるかって話なんですけども、例えば、家にいると笑顔が絶えないような家とかですね、家族を応援し合えるとか、いろんなことに対してやりがいがあるというような、例えばそんな感じに紐ついた、動機であればですね、そこに住んでいる動機がですね、どんどんいい流れに、後押ししてくれるんですけども、先ほどのような、大失恋した際に一生一人で生きていくみたいなこととか、もういやいや仕方なくとか、そういった形でですね、もしそこに住んでいたとしたら、それがですね、あなたをどんどん不幸に導いていってしまう可能性があるということなんです。これね、本当に大切なところでですね、もう一回まとめますけども、このね、ネガティブな動機はですね、よかったら、やってほしいのはですね、紙に書き出して、それもゴミ箱に捨ててみてください。もうこんな動機はいりませんっていうふうにして捨ててください。そして新たにそこに住むですね、前向きな動機を紙に書き出して、それをよかったらですね、当分の間どっか目によく見えるようなところに貼っておくっていうようなことをしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。このね、本当に初めにそこの場所に住み始めた動機っていうものに、
気がつかないと、気がつかないままそのまま引っ張られている可能性があるということをね、ここでは知っておいてください。はい、ということでね、これ家がいいか悪いかじゃなくて、あなたがその家に住み始めた動機が、その家がですね、そのまま保持してたっていうことなんですよね。はい、ぜひね、それをね、書き換えてみてください。そしてその次ですね、その2なんですけども、ちょっと具体的な話いきます。その2はですね、鏡が汚い家はね、結構ダメなんですよね。というのもですね、なぜかというと、朝のルーティーンでですね、必ず鏡っていうのは非常に大切な役割を果たしているところなんですけども、例えばですね、朝起きて鏡を一度も見ないという人はですね、ぜひ改めてもらいたいんですけども、朝起きて鏡を見る習慣もつけてもらいたいんですけども、その鏡がですね、このね、汚れていたら、そこに映っている自分を見るだけでですね、自己肯定感がだだ下がりするんですよね。で、これを、無意識にやってたらですね、汚れている鏡で自分を見ても自己肯定感が下がっていることに気がつかなくなってしまったりするんですよ。もちろんね、これ鏡見ていない人も、同じぐらい、自分は朝自分の顔を見るだけの価値がないというふうにしてだだ下がっている状態でもあるので、改めてほしいんですけども、ぜひね、確実にやってほしいのが、私が他の動画でも喋ってるんですけども、朝のルーティーンとしてこのね、鏡をきれいにして、朝は笑顔でその鏡の自分にね、おはようって話しかけてほしいんですよ。男性の方は笑顔を作るのがなかなか苦手な方も多いので、思っている以上になんかね、にーってこれぐらいにーって笑っておはようっていうふうにして言ってあげるっていうようなことをね、ぜひね、意識してみてください。これをですね、朝やるかやらないかで随分違うんですけども、このね、鏡が汚れてたり鏡がない家っていうのは、それだけで自己肯定感をガーンと下げているという、こんなところもですね、実はあなたの運気を下げている要因になっているんだということを知っておいてください。はい、そしてその次はですね、その3ですけども、その3は、散らかった部屋ですね。この散らかった部屋もですね、運気をだだ下げにしてるんですけども、どういうメカニズムかというとですね、これも大体分かっていただけると思うんですけども、部屋が散らかっていると、そんな部屋が自分にはふさわしいんだっていうふうにして、どんどんね、セルフイメージを下げてしまうということがあるんですよね。これはね、本当に気をつけていただきたいんですけども、初めは片付いている家に住んでいても、徐々にこう散らかっていってですね、それがですね、どん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 慢性化していくと、どん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 汚れたのが平気になってしまうと、これね、非常にまずいんですよね。なので、片付いた状態の家に住んでいる人がちょっと散らかったら、ちょっと自分は最近、忙しすぎて心に余裕がなかったなっていうふうにして、少し落ち着いて、そして1日10分掃除で、片付けるっていうふうにして、ある一定以上から散らからないように常に戻るっていう状態を作ってほしいんですよね。これがですね、どん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 脅かしていくと、本当にもう自分のセルフイメージが下がって、そしてセルフイメージが低い人はもちろん幸運を引き寄せることはできません。それはね、もう歴史とした事実として分かっていただけると思うんですけども、そういった意味でもですね、自分のセルフイメージをしっかり上げていくためにも、部屋を整えるということを意識してみてください。はい。そしてですね、それ以外にもですね、それ以外というか、どういう部屋かというと、これらの部屋をね、しっかり見ていただきたいという感じではあるんですけども、まずね、玄関とトイレとダイニングテーブルはきれいに、まずね、テキパキテキパキ1日10分掃除でやれるようになってみてください。そしてその後の寝室とかリビングはね、結構難しい方が多いんですけども、それでもですね、玄関トイレ、ダイニングテーブルをですね、1日10分掃除とかで、常に綺麗な状態に保てるようになってきたら、その次は寝ている部屋ですよね。そしてリビングですよね。これはね、寝室とリビングはどちらの順番でもいいんですけども、あなたが手をかけれる順番でね、ぜひね、やっていただきたいなというふうに思います。ぜひね、この辺は意識してやってみてください。はい、ということでね、これから、この動画を見て、翌日から今日からでもいいんですけども、1日10分掃除でこれからね、1ヶ月かけてね、コツコツやってみてください。必ずね、変わってくると思いますよ。このね、動画シリーズを見ていただいた方のコメントの中にも、動画を見てコツコツやって1ヶ月経って本当にガラッと変わったっていうコメントもまあまあいただいてるんですよね。なので、よかったらこの動画シリーズをですね、自分のお尻をちょっと叩くような、ツールとして使ってもらって、取り組んでいただけたらなというふうに思います。はい、そしてですね、まだ続きますよ。その4です。その4は、仮想などの状況を抑えていない家っていうのもですね、運気をね、下げていってしまうことがあるんですよね。どういうことかというと、例えばですね、仮想とか私心相応というのがあるんですけども、これがどういう状況か知らないまま、
その家に住んでいるとですね、その家があなたの人生にどういう影響を及ぼしているかというのがわからないからなんですよね。なので、そこをしっかり押さえておいていただきたいと思います。この四神相応をですね、簡単にちょっと紹介しておきましょう。四神相応は何かというと、あなたが住んでいる家を中心に見立てた時、だいたい半径750メーターぐらいの領域でですね、見ていただきたいんですけども、北に山があるか、西にですね、街道があるか、南側は低地で湖とか海みたいな山とかですね、あとは平地があるか、そして東側の方には大きな川が流れているかというふうなことを見たり、あとはこの赤い線から左手の方はこの家の敷地よりか高いエリアになっているか、そしてこの線から右手の方は低いエリアになっているかということを見たり、あとは西の方にですね、池とかですね、プール、特に水がとどまっているようなものですよね。だから湖とかは流れがありますし、川なんかも流れがあるし、海も流れがあるので問題ないんですけども、池とかプールがですね、とどまった水、これがですね、あると NG だったりするんですけども、例えばそういったところをですね、見ていただけたらなというふうに思います。整理するとどういうことかというとですね、こういったことですね。北は高地が丸で低地が×、西は高地が丸で低地が×、東は高地が×で低地が丸、南は高地が×で低地が丸と、で西の池とかプールが×だっていうふうにしてみてください。でこれらがね、どう影響を及ぼしているかっていうことをぜひね、知っておくのも一つだというふうに思います。これらのバランスが崩れていると家にね、及ぼす影響があるんだということを知っておいてください。そしてですね、今度家の間取りの下層の方なんですけども、下層の方はですね、例えばこのマンションを例にとると、マンションをですね、8方位に分けていきます。これはですね、北がこちらなので、北ですね、東西南北とありますけども、8方位に分けています。この8方位の、例えば間取りが欠けているようなところがあったりとかしたらですね、それを補ってあげるとかですね、あとは汚れている部屋があったら、やはりその方位の、司っている運というのがそれぞれあるんですけども、それをね、下げたりしているということもあったりするんですよね。なのでそういったことを知りながら進むことが大切だったりするので、ぜひね、この、まず方位を割り出して、なんとなく自分の中で、家族運が下がってるなとか健康運が下がってるなと思ったらですね、ぜひ北の方位にラッキーアイテムとかラッキーカラーを置くとかいうふうなことをやっていただけたらなと思います。各方位にどういう運気があるかっていうのはですね、また、改めて別の動画で一回お伝えしようと思いますので、ちょっとね、今回のタイミングでは各方位に、ラッキーアイテムとラッキーカラーを活用するというところだけをやってみてください。はい、ではですね、最後に行きます。最後その5なんですけども、最後その5はですね、その家の性格を把握していないっていう話なんですね。というのもですね、実は家っていうのはですね、人と同じように、性格があるんですよ。長所と短所っていうのがあったりするんですよね。でそれをですね、ある意味言葉を置き換えると、例えば短所の部分としては、その家の中で長居をすると体調を崩すような場所があったりするんですよね。それを私は家の中の性格の短所というふうに言ってるんですけども、それがどんなところかなというのもね、これから見ていただきたいんですが、基本的に考えてほしいのは、できるだけその性格を把握して長居しても大丈夫な場所に、普段いるようにするというのがポイントになってくるわけなんですよね。だけどもこれがですね、意外と長居してはよくないようなところに長居してしまっているケースが多いんですよね。それをどうやって見極めるかというと、まずはですね、一つはこれなんです。電磁波の強い場所は避けていただいた方がいいというのがあるんですよね。でこの電磁波が高いところというのは、基本的には、ここで挙げている電磁波測定器っていうのと方位地震、コンパスですよね。それで調べることができます。最近少しこれをお見せしてるんですけども、これが、電磁波の測定器ですよね。はい、でこれ、金額はですね、多分3000円とか4000円ぐらいまでであると思うんですけども、高いやつはね3万円4万円っていうのもあるんですけども、この3000円ぐらいのでも十分かなと思います。これでですね、家の中をいろいろ測りながら、特に寝室の寝ている場所とか、リビングで普段座っているところ、ダイニングで長居して座っているところで、この電磁波測定器をやってみて、それでピーって鳴るようだったら、そこの周辺の電磁波を調整するか、それかそこの場所を避けて長居するかということをしてみてください。この方位磁石を使ってもですね、比較的簡易的にそういったことが調べれることもできるんですけども、もしお金に余裕があるようでしたら、こういったものを買ってやってみてください。はい、そしてですね、もう一つあります。もう一つはですね、
地磁気の狂っている場所を避けるっていうのも、大切になってくるんですよね。この地磁気っていうのは地球のですね、南から北にこう流れている磁力線っていうのがあるんですけども、それは普通南から北にずっと流れているんですけども、家の中でですね、その磁力線がギュッと曲がってしまう傾向があるっていうか、そういう場所があったりするんですよね。それっていうのは、そういう曲がっているところに体をずっと置いてると体調が悪くなりやすいっていうのが、いろいろですね、今医学的にも調べられている最中なんですけども、実感としてそういったものを持っている人が結構多いので、このね、地磁気の狂っているところにも長居しない方がいいっていうのを最後にお伝えしたいと思います。そしてどういった場所が、地磁気が狂いやすいかというとですね、さっきのマンションの例でいくと、このね、四つ角にある大きな黒い四角、これは柱なんですけども、特にこれは鉄筋コンクリートの建物の場合はですね、中に鉄筋が入ってて、ここはですね、地磁気を狂わす原因になってるんですけども、この柱の周辺、多分ですね、だいたい50センチから1メーターぐらいの距離まで近づくとですね、このコンパスを持って近づいていただいたらいいんですけども、コンパスを持って柱に近づいていくと、急に針がギューって曲がるところがあるんですよね。この地磁気はね、コンパスで調べるのがいいので、よかったらコンパスでやってみてください。そしてあとはですね、この青で塗ってるところには、柱と柱を結ぶ天井付近にずっとある針っていうのがあるんですね。この針のところも、結構、地磁気が狂っていることがあります。近づけていくとですね、狂っているので、その狂わない範囲のところで試していただきたいんですよね。あとはですね、マンションとか、住宅もそうなんですけども、全般的に床付近も、地磁気が狂っていることが多いんですよね。これもですね、コンパスをですね、床の方からゆっくりゆっくり持ち上げながら、確かめてみて、ちゃんと北をずっと向いているか、それとも床に近づけば近づけるほど方位がぐっと触れるのかっていうのを見てもらえたらなと思います。はい、こういったところを抑えながら、あなたの体調にですね、こういろいろなものを悪影響を及ぼすようなところをできるだけ、家の性格として抑えてですね、やっていってみてください。はい、ということですね、ご自身のまずね、前半はね、意識を変える、そこの家に住んでいる動機っていうのを見るという話をしましたけども、そこのところから家のね、性格をしっかり読み解いて快適に住まえる工夫をしましょうというところまで全体的な話をしました。結構ボリューム多かったので、よかったらね、繰り返し見ながら一つでもいいので、よかったらね、実践して実感をね、していただけたらなというふうに思います。はい、ということでね、これで終わりますけども、よかったら今日の感想をですね、コメント欄にどしどしお寄せください。毎回ね、本当に楽しみに拝見させていただいています。あとね、質問がある方もコメント欄からお寄せください。お答えできないときはですね、また動画に取りまとめてお伝えするようなこともやっていますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、これで終わりになりますけども、最後にですね、チャンネル登録まだの方はですね、チャンネル登録と、グッドボタンの忘れずにね、押しておいてくださいね。よろしくお願いします。はい、そしてですね、最後に1個お知らせをさせてください。私は、普段ですね、幸せなライフスタイル研究所というオンラインサロンをやっています。普段は設計の本業で、いろいろなライフスタイルをデザインするということをやってるんですけども、このね、設計をする方以外にもですね、ライフスタイル、最高な幸運を引き寄せるようなライフスタイルをどうやって作り上げるかというところを、このサロンではですね、ノウハウを提供したりとか、あと毎月のね、運気の活用法の話をしたり、あとは私に直接音声とかで質問ができる Q&A ライブなんかもやっています。このサロンの概要はですね、概要欄の一番下のところに詳細書いてますので、よかったらそこを覗いてみてください。よろしくお願いいたします。はい、ということですね、これで最後になります。最後のね、ワンポイントアドバイスをしたいと思います。ワンポイントアドバイスはですね、あなたがそこの家に住んでいる動機っていうのを思い出して紙に書き出すということをまずやってみてください。その内容がもしネガティブなものであれば、ぐちゃぐちゃにまとめてゴミ箱にポイッと捨てることをね、まずやってみてください。はい、ということでね、今日の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵な日になることを心からお祈りしています。最後まで聞いていただいてありがとうございました。